はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。はい、今日はですね、スターウォーズでございますね。うん。いろいろですね、スターウォーズ関連のおもちゃとかね、グッズをですね、買ってたんですけども、それをですね、まとめていっぺんにやりたいと思いますね。うん。まずはこちら。これね、かなり前に買ったんですけども、スターウォーズ X ウィングファイターのプラモデルだね。うん、これさ、うん、ダースウィラーと一緒に買ったんだよね。そうそうそう、こちらね、こちらのダースベイダーと一緒に買ったやつですね。なので本当に今更なんだけど、これを作ってみましたので、作った時の動画はこちらです。はい、ということでこちらが完成した X ウィングファイターですね。あ、落ちちゃった。なかなかですね、良い出来なんだけど、やっぱね、塗装がされてないのでかなりのっぺり感があるね。うん、さっき落ちたのは X ウィングファイターが、そう、ここのデススターに攻撃しようと思った。そう、打ち込んだやつね。この部分ですね、これ、この透明のクリアパーツ、これが魚雷撃ってこのデススターの穴に打ち込んでるっていう、こういうシーンだね。プラモデルってのはあれなんだよな、塗装するのが楽しいんだろうな。パパなんかめんどくさがりだから塗るのめんどくさいんだけど。めんどくさがり。ちなみにこの X ウィングの翼はですね、ちゃんと閉じますね。また落ちた。まだまだ落ちた。この状態でもなかなかかっこいいんだけどね。うん、そしてこちら、これもですね、ずいぶん前に買ったんですけども、スターウォーズの英和辞典。うん、もうこれはスターウォーズの劇中に出てくる単語、うん、そういうのが、ピックアップされて英和辞典になってます。これね、なかなか面白いんだよね。うん、中学レベルの英単語を中心にエピソード4から6までの約1000語を収録してるって、こんな感じだね。うん、これなんかいいね。ルール、うん、ルール、 Join me and together we can rule the galaxy as father and son。 ルールね、支配する、統治する、ルールね、こんな感じ。ジェダイ入門者編だって。うん、シスはないのかな。シスあったかな、わかんないな。うん、シスあったんじゃないかね。一応ね、For Padawan Learners って書いてる。うん、パダワン用です。うん、はい、こちらですね、スターウォーズの食玩が出てましたね。うん、スターウォーズコンバージってやつです。4つラインナップあって全部買ってきましたね。ラインナップは1番ダース・ベイダー、2番ストームトローパー3番ヨーダ、4番 R2。そうだね、じゃあ開けていきましょうか。うん、まずはダース・ベイダーから来ますね。はい、あ、これバンダイさんから出てるみたいだね。うん、お、あれ、これ組み立てガーンガーン組み、あ、でもちゃんとライトセーバーも入ってる、組み立てだ。ちなみにですね、ガムが一つ出てますね、食玩ですね。うん、はい、こちらがダース・ベイダーですね。うん、思ったよりも全然いいね。うん、びっくりしちゃった。うん、ライトセーバーちゃんとクリアパーツで、内室パーツだしね、上が。あ、本当に、あ、本当だ、柔らかい。クリアな内室パーツだね。首を動くのかな、あ、動かないか。うん、手は、あー、ベイダーは手動かない。あー、だめ。これは何、じゃあ、どこも動かないんだ、ベイダーは。うん、手持ってるだけだね。うん、でもライトセーバーが割と長くて、これいい感じだね。うん、次にストームトルーパー、こちらも開けましょうか。うん、はい、あ、あれ、ストームトルーパー出来上がってる。これは手が動くね、こんな感じだね。うんうん、これもなかなかいいかな。うん、あの、みんなすごいね、あの、腰前に出しちゃってんだけどね。うん、ね、まあでもこの形だから自立するのかな。うんうん、続いてヨーダ、あ、ヨーダも出来上がってるよ。あ、足がついてないかな。ヨーダでヨーダごめんなさい。あ、これも手が動かないね。うん、あ、残念。うん、足も動かない、うん、首も動かない。なるほど、うん、もうこれはもうフィギュアだね。うん、ライトセーバーはクリアパーツないし、つじゃない。うん、こっちは硬いね。うん、でもヨーダのライトセーバーの方がなぜか太いな。はい、最後に R2D2 ですね。うん、あ、アルズム組み立てだな。うん、これは可愛いね、かなりデフォルメされてる。ただ塗装がすごい綺麗だよ。うん、うん、これいい感じですね。うん、はい、はい、そしてですね、実はもう一つアイテムがありまして、こちらですね、スターウォーズのガシャポン、ブリスターコレクション、これをですね、6つやってきました。うん、これね、そう、パパね、これね、コンプしたいんだよ。うん、だから、ラインナップ6種類なんだけど、6つ買ってきました。これね、ブリスターコレクションなんで、うん、あの、もしダブったら中身開けます。うん、ダブんなければ、保管してきますから。うん、
OK ですか、うん、エジン君じゃあ開けてって、エジン君も開けてっていいよ、うん、パパじゃあこれ開けますね、はい、うん、おっ C3PO、はい、ラインナップは6種類で、ルーク・スカイウォーカー、ダース・ベイダー、ストームトルーパー、 R2D2、 C3PO、 ジャワだって、うん、この6種類ですね、うん、残念ダブったいきなり、あダブった、うん、あらららららら、ダブっちゃったか、じゃあブリスターコレクションこんな感じですね、え結構いいね、うん、こうやって入ってるといいな、うんうん、これやっぱり集めたくなるね、うん、2つ目開けるね、はい、おこれはストームトルーパーだ、はい、こちらがストームトルーパーですね、うん、これもいい感じだよ、うん、じゃあ3つ目開けますね、うん、3つ目よいしょ、はい、お R2 やったー、はい、R2D2 こんな感じですね、うん、いやーほんといいね、これブリスターに入ってるといい、うん、本当に集めたくなるこれ、ちなみにですね1個300円ですね、うん、結構するよ、開けますね、うん、あーまた 3PO 出ちゃった、うん、あちゃーこれは参ったな、うん、じゃあ最後開けるよ、最後開けてみてください、何がいるかな、ジャワ、え、ジャワでしょ、ジャワ、ジャワだジャワだ、こちらですね、ジャワだったね、うん、でもこれいいんじゃない、いいよ、うん、ちゃんとね目のところ後ろがさクリアになってて、ほら目が光るようになってる、え、うん、はい、こちらがダブっちゃった 3PO ですね、うん、なかなか良いね、うん、素晴らしい、ちゃんとねお腹の部分のこの配線の塗装がねちゃんと細かくされておりますよ、うん、でも足が木にならなかった銀だね、そうちゃんとね片っぽ銀なのが再現されてるね、うん、いいですね、うん、はい、ということでブリスターコレクション6つ買ってきて4つ集めることができましたね、 3PO、R2、ストームトルーパー、ジャワですね、うん、あとルーク・スカイウォーカーとダース・ベイダーでコンプだ、これはコンプしたい、はい、ということで今回はですねスターウォーズ関連のものをいくつか紹介しましたね、うん、いいねパパね、うん、スターウォーズ大好きだから、うん、そしてね最近エンシン君スターウォーズ見始めましたね、うん、面白いよね、うん、そう、うん、エピソード1から見始めて、バトルシーンだけだね、うん、そうだね、複雑な話とかちょっとまだ分かんないので、バトルシーンだけ、そうだね、見始めておりますね、飛ばして今度は456見ていこうか、うん、そしてですね年末のスターウォーズエピソード7一緒に見に行こうね、うん、楽しみだ、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、はい。